見て、この実のなり方、これ、一房。園芸好きの皆さん、こんにちは。園芸大好きの虫のどんちゃんです。いやー、皆さん、夏野菜本番の季節やってきましたね。先日ね、僕カーメン君を見て、トマトを植えないかんと思ってトマトの一本仕立てをした動画、こちらね、こちらありますけれども、見ていただきましたでしょうか。いや、僕ね、トマトにはすごい苦い思い出があるんですよね。なんでかって、僕ね、おじいちゃんがすごいトマト上手に育ててて、おじいちゃんはね、いつも4本仕立てね、その時点ですごいでしょ。4本ですよ。1本を4本にこう分けてね、そっから実をならすっていうすごい技をね、使うんですけど、どんちゃん、それをやって1回も成功したことがありません。途中で、倒れたり、台風が来たり、まあ、いろんなことがあってね、うまくいかなかったんですけど、今回は、カーメン師匠がね、僕の味方になってくれました。トマトの一本仕立てですね。一本仕立て、うん、いや、一本仕立てはね、木がものすごい楽ただぐるぐる巻いていくだけでいいから、それを見て、これならいける、苦手を克服したいというところでね、一本仕立てをしたんですよ。いや、今すごいからものすごい実になってます。もうね、トマトの生命力びっくりするよね。で、今子供にね、実をこうなった途端からも食べさせて、どんどん収穫してるんですけど、どんどんなってますね。これから、まあ、梅雨になるんですけど、まあ、梅雨で、雨受けて弾けたりとか、まあ、病気が出たりとかするかもしれないけど、今から最高の季節ね。早速ね、お庭の方を見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、というところで、こちらのプロテインのね、容器に植えたバジルちゃん、どうなってるんでしょうか。じゃあ見ていきます。でれ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 ででーん、ふさふさです。こんなになるんですね、バジルってね。ただね、このバジル2回目なんですよ。2回目、最初にね、取ったバジルでちょっとジェノベーゼパスタ作った動画があるので、そちらをどうぞ。
ね、こんなにね切っても脇芽からね生えて、ちょっと脇芽から生えてるの見てもらいたいんですけど、ほらこう切ってるでしょう、ね、これね、こう切った後、切った後からまたこう倍に増えるんですよ、倍に。これがバジルの面白いところ。これほら、わかりやすいね。ね、ここから切って、これ2本。生えてるでしょ？いいね。全体こんな感じ。こんなになる。もういい香りが。すごいしてますから。ねえ、バジル。いいね。グッドでした。そしたらね、トマトを見に行きます。次はね、トマトですけど、一本仕立てにしたカーメン君のあの動画を見て、僕も一本仕立てにしたトマトはどうなってるんですか？せーの。じーん。ずん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 と。てでーん。すごい。すごいことになっておる。結構ね、実じゃんじゃんなってます。ほらすごいでしょ、この見て、この実のなり方、これ一房ね、すごいよね、このトマト。もうね、茎も原種となってから、ひょろひょろのね、茎が。このトマトってね、こんなに実がなるんですよ。ほら、デルモンテのね、メチャナリトゥインクルっていうトマト。これが全部実つくと思ってください、これ。すごいでしょ。もうなんか、あ、ここ脇芽ちゃん。脇芽ちゃん生えてきて、これは取らないと。本当はハサミで切った方がいいんだろうけど、まあすごいね、トマトってね。これも全部房ですね。恐ろしいほどでかくなるね。こんなですよ、全体。はあ、面白いね。で、今まで2本仕立てとかしてたら、これがもうね大きくなってなんかドサーって倒れてたりしたんですけど、一本仕立てぐるぐる巻いていくだけだからね、非常に簡単。ありがとうございます、カーメン。とても勉強になりました。油断するとね、ほんと脇芽がねすぐ大きくなるんですよ。これ脇芽やん、ね、これほらこれ脇芽見逃しとった。あるあるだと思います。どんなに切ってもね、こそーっと脇芽が伸びるんですよ。ちょっと切っとこう、後でね。で、こっちのトマトちゃんは脇芽をね地面に刺してたんですよ。これもものすごい大きい。びっくりするね。ほら、脇芽も無駄にならないちょことですよ、皆さん。実がね、なろうとしてるから。やっぱりあの本物の苗よりはなんとなくひょろっとしてるけど、十分よね、これで実が取れるなら。今のね、トマトはこういう状況でした。はい、いかがでしたでしょうか。バジルもトマトも大収穫という感じですね。やっぱ知識があってやるかやらないかってね、相当変わってくるんですよ。ね、バジルもほら、鳴らしたままだったら1回で終わりですよ。それをあの剪定すれば増えるっていう知識があるだけですごい収穫できるんだからね。ガリアちゃん、ちょっとガリアちゃんの紹介してなかったね。ガイラルディアガリアちゃん、これ動画ね上げてるので、ぜひ
ぜひ見てくださいね。ガイラルディアガリアか、すごい。ちょっと下葉が黄色くなっとるけどね。いやすごいよこの子は。この花付きですよ、これたまらんでしょう。もう夏のね、梅雨入りがちょっと嫌だなと思った時にこういう子が来てくれるんだから、だから園芸をやめれないんだね。いやーそうね、トマト、ジェノベールソース、もういろいろ楽しんでおります。でおすすめの食べ方があってね、皆さんこれ絶対やってほしいんだけど、まずジェノベーゼソースはバジルとオリーブオイルと僕はくるみで作ってますをミキサーにかけて、で塩でジェノベーゼソースができるんですよね。そして、それをフランスパンに塗るんですよ。フランスパンに塗って上から切ったベーコンを乗せて、ミニトマトを切って乗せて一回焼きますね。そしたらミニトマトが皮をはじけて、ベーコンもカリカリになってパンも焼けるんですよ。そこの上にチーズを乗せるんだ。チーズをパラパラパラとね。でチーズを乗せる、もう一度焼きます。するとチーズがねこんがりなって美味しいんですよ。本当に美味しいから、ぜひぜひやってみてください。このパンの焼き方、あの僕が大好きなクリーブラッツのジェノバっていうパンがあるんですよ。ジェノベールソースが塗ってあるフランスパンに添えてベーコンとトマトとチーズ、本当に美味しいから、ぜひバジル育ててる方いらっしゃいましたら、ジェノベーゼソースだけじゃないですよ、バジルはね、ピザだけじゃない、そのパン最高だから食べてみてください。二度焼きね、一回チーズ乗せずに焼くのがコツですから、皆さん覚えておいてくださいね。いやー今日はね皆さんにトマト紹介できてよかったです。まあいろいろね育ててるものもあるので、まあ、随時成長の過程をドンチャンネルはお届けしていきますので、ぜひよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではねまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。